こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは守護霊メッセージ、先走りせず落ち着いて行けということでお送りしたいと思います。今回は守護霊メッセージのご紹介コーナーという回になっております。時折シゴスピラジオではですね、過去に私自身に対して私の守護霊が、くださったメッセージをご紹介するというコーナーを設けております。これはあくまで私に対して守護霊様がそのメッセージをくださったというねことなのであって、あくまで個人的なメッセージとして受け取ったわけですけれども、ただ結構普遍性のあるものもいくつかありまして、その中で心に残ったものを、今回こういう形でご紹介させていただいているものです。そういうわけで今回はですね、守護霊メッセージの一つをご紹介させていただきますが、まずですねメッセージ自体を、2回読まさせていただいて、その後にその解説をさせていただくという形にしたいと思います。ではこれから守護霊メッセージ2回読まさせていただきます。守護霊メッセージ、欲しいの先走りがなければ高みに行ける、落ち着いて行け、ザルのような心では全ては受け止められるものぞ。欲しいのその先走りがなければ高みに行ける、落ち着いて行け、ザルのような心では全ては受け止められるものぞ。はい、以上が守護霊メッセージになります。すごくわかりやすいメッセージかなと思いますけれども、簡単に言うと、私がですね、短期というか、焦りがちな時にですね、いただいた、お諭しでございまして、先走っちゃうんですね、何でも焦って。これをやらなきゃ、あれもやらなきゃ、早くやらなきゃ、みたいな感じでね。先走って、よーくじっくり、落ち着いた心でやっていけば、しっかりとしたね、状態で物事を進めていくにもかかわらず、もう見切り発車でやってしまったりとかですね、どんどん焦ってやってしまうと、そうするとザルのようにですね、穴だらけの状態でスタートすることになるので、結果的に完成は何らかの形で完成ねするかもしれないけれども、それではもっともっと本当は高みに行けるはずなのに、もっともっと良いものができるはずなのにできない。それは惜しいぞと。惜しいのと最初に、そういう感想みたいなもの、守護霊の感想みたいなのが入るね。たまにそういうメッセージありますけども。そういう感じで、惜しいのというふうに言われてしまいました。なので、だから、ね、先走って早くやれば早く完成するかもしれないし、それでも何らかの形にはできるかもしれないけど、そうじゃなくて落ち着いてしっかりと練っていく。そうやって全てを受け止めた上で満を持していくっていうことをした方がより高みに行けるよというね、メッセージになっているかなと思いますので、皆さんもね、結構現代社会はスピード社会なんて言われておりまして、何でもかんでもこう早くやる方がいい、早く完成する方がいいね、そういうふうに思われがちですけども、本当にいいものっていうのは、ね、満を持してやっていく方がいいんだよという、一つのね方向性、お諭しとしてね、いただいたので、一つのね、いろんなケースはあると思いますけれども、その中でも、一つのヒントにね、皆さんもしていただけたらと思います。ということで、今回は守護霊メッセージを読まさせていただきました。今回もシゴスピラジオをお聞きいただきまして、ありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。